長州市南春中学は中華、人民共和国関東省長州市昭和区にある、区族の重点高級中学、長州市の一級学校である。長州宿の南部にあり、1976年に設立された。科学技術楼、その屋上に、南春中学が書かれる1976年8月、潮安県人民政府はもと、 中国共産党諏訪党地区委員会等学校の校舎を購入し、長州市南春中学を設立した。設立1ヶ月後の9月9日に毛沢東が亡くなって10月6日に4人組が逮捕され文化大革命が終わった。1977年3月、長州市南春中学は正式に授業を開始し、証券国は初代校長に任命された。 1980年9月、南春中学は、長州市属の6年生中学校に改編された。1982年7月、南春中学の第一期高校卒業生が大学入試に参加した。1984年8月からリマナブトミは、校長、陳香る清は、投資部初期を務める。1991年12月、長州市のマスカクにより、 昭和宿が成立した。南春中学は1992年5月から区の重点中学に選定された。この時期にキャンパスの改修が行っていた。2000年、南春中学は、長州市教育局に文明キャンパスベスト10と評価され、長州市一級学校に選ばれた。2001年、中京関東省委員会、関東省人民政府から、 関東省文明単位と指定され、2005年に関東省一級学校に指定された。2006年、南春、中学発中部が分立し、南春中学は高中部だけになった。2008年に、旧高堂、教員宿舎、元葬儀場を取り壊され、2000万元を投資して、新しい教室棟と体芸館を建設された。敷地面積は、 約2万平方メートル、そのうち建物面積は約1.8万平方メートルを占めている。関東省教育レベル評価優秀学校に選ばれた。56クラスがあり、208人の教師のうち9人が大学院教育を受けた。また、138人が中、中高級教師の称号を持っている。13の教科を設置している。政治、中国語、数学、英語。 物理、科学、歴史、地理、生物、スポーツ、音楽、美術、コンピュータ。教員は、北京語、長州語と英語で授業を行う。一授業の時間を45分としている。毎年に1回の芸大説があり、そこで演劇、合唱コンクール、運動会などが開催される。 総合ビル、公道、運動場、植物園、地理園などがある。ありがとうございます。